はい、次、大塚太郎さんかな。権利関係は難しいと聞くので、他権業法、法令上の制限、ゼウスの他権利関係の順番に勉強しますってね。はい、素晴らしい、素晴らしいですね。はい、僕もその順番で勉強するのが一番早いと思います。はい。で、まあ、権利関係一発目からやるとね、ほんまにむずく感じるんで、やめといた方がいいんですよ。勉強アレルギーみたいなの出るんで、で、ね、もうずっと言ってますけど、宅建業法で点取らないと、この試験受からないんで、宅建業法とりあえず満点取れるようになってから、次のことを考えたらっていう感じなんですよね。まあもちろん全部は勉強するんですよ。全部勉強して、自分がどうしようって思った時に、まず宅建業法を満点取るっていうところからスタートしたらいいんじゃないかなと思います。